感じ。え、こんにちは。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 やば、花火。花火が。え？こんにちは。なんか28日が台風で大変らしいね。台風でライブお休みになるかもしれない。大変やね。お台場ちょっと危ないなって思って。こんにちは。こんにちは。こんにちは。せなさん、ありがとう。ありがとう。今日は今ね、最初真っ暗だったんだけど開き直したから治りました。いい感じいい感じ。ちょっとさ、これ画面とか暗くなったりしないんかなえ、死ぬ、白やめとこう。やばくない？なんか今起きましたみたいな。今起きました。すぎん、さすがにやばいかな。さすがにやばい。あ、じゃ、さすがにやばい。さすがにやばいかな。え、今日はね早起きだったんですけど、早起きしていったんだけど、ちょっとできなかった。ちょっとメイクできなかった、ごめんなさい。メイクできなかった。え、ほんでさ、コンタクトすらしてない。やばくない？やばくない？マジでちっちゃくない？見て、この眼球のサイズを見てほしい。眼球のこの黒目のサイズを見てほしい。見て、ちっちゃくない？どう？ちっちゃくない？黒目がめっちゃちっちゃくない？もうめっちゃちっちゃくない？自慢、あ、自慢ではないけど、いや自慢やな、これは。いや、なんかマジでアカウント乗っ取られてる人にあのね、そう、これサングラスですね。サングラス、ちょっとダイソーで買ったサングラスなんですけど、はい、まあさん、ありがとうございます。なんかな、ありがとうございます。ありがとう、ひきょうさん、ありがとう、ありがとう。ちいさん、ありがとうございます。にばあさん、ありがとうございます。ありがとう、みんな、ちゃん、ありがとう、ありがとう。しなさん、ありがとうございます。ありがとう。やばいですね、
いやマジなんか土砂崩れみたいな、土砂崩れみたいな、なんかなんか雨風の下みたいなね、ちょっと危ない、危険だよね、普通に普通に危険だよね、普通に危険だよね。ラベンクさんありがとうありがとう、ちゃわいありがとうありがとうありがとう、メガネとマスクがやったらえ遠近法じゃない、遠近法じゃない、ロバさんありがとう、ありがとう、あ寝起きではない、寝起きではない、マジでずっと起きてた、今日朝7時8時ぐらいからずっと起きてちょっとちょっとこれネズミみたいだからやめとこうかな、よいしょ、やばいかも、そうだね、もうー、全然寝れなくて、昨日3時、12時は嘘、1時、いや遅い、や12時半ぐらいには布団に入ったんだけど本当に寝れなくて、1時2時3時3時半ぐらいまでなんか寝れないなって思ってちょっと起きてた、起きてたんじゃない、じゃあ寝転がってたんだけど眠れなくてなんかずっと起きてた、そうそうなんですよ、眠くて眠くて、あさってだからね、あさってだからちょっと明日は早く寝ないといけないかなって思いながら、思いながらね、思いながらね、キモさんありがとう、ありがとう、クリモさんありがとう、ありがとうありがとうありがとう、エリさんありがとうございます、ありがとう、家でしょう、ちょ家でしょうだめ、もうなんかさ本人なのかどうか怪しいよね、普通に本人なのかどうか怪しくない、メガネ反射してるのか、これプラスチックだと思うけど、ただの反射してんだ、なんかちょっと反射してるなって思って、なんかちょっと知らなかった思いは思った思った、ちょっとね、なんだっけ、あそうそう、リリーベの時間がさ出ましたんで、さっきあ今日出るんだろうなって思いながら、今日も出る、今日出る多分今日出るんだろうなって思いながら、リリーベの時間っていつ出るんですかって聞いたら今日出すって言われた今日出てました、へどこだっけ、7時ね、7時00分、7時00分ですね、なんかありがとう、ありがとう、ありがとうございます、サマーさんありがとう、ありがとうございます、ラマジさんありがとう、ありがとう、デメキンって、金魚でしょ、違う金魚の方、金魚の方、マスクちょっと外せない、さすがに見苦しい、見苦しいですね、
見苦しいですね。やばい。本気で寝る努力すんだ。本気で寝る努力したい。私もあれでしょ、スマホを触るなでしょ。スマホね、 YouTube を見ながら寝ようとするのがダメなんですよね。そういうこと。タワーレコード渋谷店 5F。 なるほどね。あらまさい、ありがとうございます。渋谷は19時なの。そうなの。フォトカードなの今回も。入場エリア、え、一緒じゃない？一緒な気がする。え、かんね、これただの予想だけどなんか一緒な気がする。ただの予想やけどな。さすがに一回で変わるのはちょっとかわいそうじゃない？変えなかった人が。まだいっぱいあると思うよ。いっぱい印刷してると思う。ガシャコンガシャコンって多分ね。いや分からんけどね。さすがに同じじゃない？多分書いてないってことはねえ。ちいかちゃんのレアゲットしてくださいね。どんぐらいの割合で入ってんのか分かんないけど、欲しいよねみんな。はい、欲しいです欲しいな。ちーちゃんも、え、私もさ持ってんだよね。でも誰のやつ、誰かのカード持ってる。なんかもらった。あ、花火花火だ。そう、なんか持ってんだよね。ちーちゃんのレアカードは、え、言っちゃいかん。え、言っちゃダメなの？もう SNS に載せてる人いるよね多分。レアがなんかね、座ってるやつ多分座ってるやつから、あれもうなんか見せてもらったんだけど、ファンの人に持ってきてって言って見せてもらったんだけど、漏れてた多分。好きな環境音、え、 YouTube でいいの？え、 YouTube でいいの？好きな環境音とかの垂れ流し、あ、音楽じゃダメ。あれでしょ、よく寝れる音の海のなんかさざ波、なんか水の流れる音みたいなを流せばいいんでしょ。きちいな。なるほどね。そうすればいいのね。本気で寝る努力したい。私も本気で寝たい。え、でも今日は寝れるのさ、今日は寝れるの確定してるの。全然寝てないから、3、4時間しか寝てないから。だけど、だから今日は寝れるけど、明日遅く起きちゃったら、また次フリーライブなのにね、寝坊する事態になるわけだから、ちょっと今日本気出す。環境音って何？やっぱあれでも私結構ね、あの自然の音なの、あれが。目覚まし時計が自然の音、あ、時計じゃない、アラームの音が結構自然なやつなの。犬の鳴き声とかあるじゃん、 iPhone の設定ね。犬の鳴き声とか、あとなんだっけ、なんか信号の音みたいな、踏切の音みたいな、そういうあの自然の音にしてるから、なんかひよこみたいな、なんか鶏が鳴いてる音とか、そういうのにしてるから、なんか起きれないかも意外と意外とアラーム聞こえないですからね、全然。あれどうにかならんのかね。あれかな、スマホケースが分厚いからなのかなね。ちゃんとありがとう、エリさんありがとうございます。ありがとう、ななくさんありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ビジュアルになりね、こんなにこんな顔してるけど、寝ようと思わない方がね、ね、
本当にそれ、本当にそれ、テカテカのがよく、テカテカ、テカテカ、青背景だった、そうなん、ちょっと思い出せないですね。青枠だったのかなって思ったけど青背景やったんや。え、でもわかるやろ、あ、レアだなってレアだなってわかるでしょ。レアも、レアと、レアとこれが漏れてた、やっぱり右のやつ惜しい、ちーちゃんの楽しい。え、でも全員のやつはみんな出た、私全員のやつ見てない、全員のやつねえ、皆さんね、皆さん、じゃ今日は本気で寝ようか、本気でね、本気で寝ようか。なんかドライヤーかけてる時が自分一番眠くて、ドライヤーかけ終わったらそのなんか寝たい気持ちがなんか冷めちゃうんだよね、冷めちゃうんだよな。だからどうにかね、どうにかねね、もう明後日だからなんか緊張する、胃がねキリキリするの、緊張して最近ね、なんかずっとお腹痛いんですけど、だってさフリーライブやってさ、あの定期公演終わってさ、次の日さリリーブでさ、そしたらまたすぐさライブあるからさ、ちょっとなんかキリキリするんですけど、キリキリするんですけど、胃がね緊張しちゃって、なんか久々、あ、なんか久々ではない、あのリリーフあったんだけど、なんかジルシアターのなんかあの暗いところでバカーンみたいなのがちょっとなんか久々だから、ちょっとキリキリするキリキリ、最近キリキリするんですよね。ひげこさん、ありがとうございます。たく、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。183日、おう、183日ですね183日ですね。漏れてるやつ当たった、ナイスナイスナイスすぎ、ナイスすぎ、ナイスすぎ、もうね、もうね、みたいな、みんなね、あれだもんね、あれだもんね、あれだもんね、何、どれどれどれ、お腹痛いのハンバーグ、いやーちょっと、いやちょっと、え、でもね、え、でもマジである、それか二択なの、私的にはハンバーグか肉なのか、あの賞味期限が切れてるものを食べたせいなのか、二択。でもちょっと考えないようにしてる、考えないようにしてる、考えないようにしてる、もうそこはちょっとやっぱ疑いたくない、自分で選んだ道だから、自分でやっぱそれを食べるって決めたのは自分だから、やっぱりね、ちょっと自分の過去の選択をちょっと信じようと思って、信じようと思ってね、信じよう、信じることにしたんで、はいね、そうですねそうですね、マイファブ、お台場青海アール地区グランサパーク、これさあどこなの一体、そのなんかエリアが知りたい、あのステージの写真とかないのかな、あの28日ね久しぶりに楽しみ、マジ久しぶり、6人本演奏だっけ、なんかわかんない、なんかめっちゃ緊張する、なんか最近練習の時もなんか緊張してうまく歌えないんだよね、はにゃはにゃ、ほんとなんか緊張しちゃう、なんかどうしようまた音外すんだろうなみたいななんか緊張しちゃう、まあ、定期公演ね、なんか撮影コーナーありますしね、そうありますしね、
長いしね、なんか久々かも長いのは。何曲も何曲もブン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 ってやるのはなんか久々かも、久々かもしんない。最近は20分とかのライブ多かったんで。はひそう、しなさい、ありがとう。みほりんとちぃがメラ出たから今度花、お、そうなの、あ、そっか、もっ、あ、そう、持って見せてくれたもんね。みほりんも出た、へえ、結構結構いいやん、いいやん。やめてねみんな、あの一花のやつが出たんで誰かのと交換してくださいみたいなツイートすんの。マーさん、ありがとう、ありがとう。間違いなくしても、いやあるからね、いろいろやっぱ。そうじゃないから、そうじゃない、ない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 、そうじゃないから、やっぱり違うと思う、信じてる。賞味期限切れ、豆腐は余裕だべ。豆腐は大丈夫じゃない、そんなことない、豆腐は大丈夫じゃない、え、豆腐は大丈夫じゃない。私言ったの牛乳だよ。え、豆腐は多分、え、そんなことない、1日2日なら問題ないじゃない。肉とかはさすがに私ちゃんと食べるけどね、なんか切れたらするけどね、なんかたまにね。え、じゃあなんか本当に、いやでも怖い、私体調崩すの嫌いだから、まあ、好きな人いないと思うけどね、あの好きな人いないと思うけど体調崩すの嫌いだから、あのそういうことしないんですよ、めったに。だから違うと思う、違いますね、違いますね、違いますね、だから違うと思うな。ちゃわい、手札特典会の近く、あ、え、そうなの、ガンダムが、ガンダムの近く、え、そういうこと、パーク内っていうのは何、全然わからない、全然わからない、やばい、全然わからないんだけど、え、そうなんだ、え、あのデカ広場、デカ広場とか言うな、デカい広場。何やねん、でかい駐車場みたいな、なんていうの、でかい、でかい平面の近くってこと、へえ、じゃあ台風来ても大丈夫か、へえ、お台場ね、お台場ね、お台場いいよね、お台場いいよね、お台場いいよね。私はちいかわのアドベンチャーはまだ行けてないんですけど、お台場ね、遅いですね、6時25分だから、もしかしたらもう台風過ぎ去ってる可能性もある。え、これってどうなの、え、わかんない、台風過ぎ去ってるかもよ、もうね、いいですね、いいですね。あ、また、ありがとう、ありがとう、ありがとう。特典会よりいいな、そう、はへはへはへ、特典会よりもっと東やばい、一番理解できない日本語、その方角マジで無理、方角マジで無理、マジ方向わからん、なるほどね、なるほどね。だってさ、あれじゃん、地球って丸いからさ、結局ないよね方向とか。
あるよね多分多分あると思うけど、なんか難しいね、なんか難しいね、なんか難しいね、うーん、台風ね、台風気をつけないとね、西が関西側だから、そのさ、なんかあのあるじゃん、こう東西南北みたいな、それの配置が分かんないのまず西が下ってこと、西が下でじゃあ太陽があの東に昇って西に沈むから東西北南、ちょっと待って、じゃあこうじゃない、こうじゃない、東と西じゃない、え太陽が昇るじゃん、いやちょっとわかんないわちょっとわかんない、わかんないですよね、お台場からだとディズニーランド方面が東、えだってさ、お台場からさディズニーランド見えないのにみんな、あディズニーランドはあっちってわかるってこと、え、お台場からディズニーランド見えないよね、みんな分かっちゃうんだ、南、あ南北、あそういうこと、あ南北だよね、であの東と西えあそうだよね、あ上が北、そっか、あの北海道が上にあるからってこと多分、あそうだね、北海道が上だからだ、ちょっと都道府県とか知らないんで、ちょっとなんかさ分かれてるじゃん地方って、分かれてるじゃん何ブロックかに、でなんかさあの、まあ、小学3年生か4年生ぐらいの時にさ習い始めるじゃん、都道府県のテストみたいなのが始まるわけ、小テストみたいな、毎回授業の最後にあの1エリアずつテストして最後に47個全部テストするじゃん、あれなんか最初1回目のテストはもう北海道って書けばさ100点なんだけどさ、次がさ青森となんかいっぱいあるじゃん、もうそっからダメだったもうそっからダメだった、むずいね、私こう地図こう出されてもさ東京当てれないんだよね、一番さなんか肘みたいになってるとこがさ東京だと思ってたんだけどさ、なんか東京じゃなくて千葉だっけ、千葉だっけ、そう地図わからない、地図わからない、お、え、ティフからディズニーランド見えた、すごあ、上ね、あ、違う、あ、上か、やるの、すごい、ディズニー、ディズニーランド中学校の時さなんかパソコンあったんだけどさ、なんかなんか自分のパソコンみたいなのがあったんだけど、授業でずっと Google のあのなんとかビューでディズニーランド見てた、え、ディズニーちょっとなんかディズニー行ったわとか言ってなんか授業中にディズニーランド見てた、 Google マップで、あれ楽しいよね、あれマジで楽しいんだよなあれマジ楽しいんだよな、みんなでさ、え、ここちょっとここオレンジみたいなここオレンジみたいな、え見てみたいな、えみたいな、なんちゃらの家はみたいな、えオレンジみたいな、あるある、中学生あるあるね、いいね、
あ、やばい、めっちゃ足痺れてきた、どうしよう。めっちゃ足痺れてきた。そうなんだよね、猫の写真が送られてきた。マジで足痺れてる、やばいやばい。私いつも星座配信だからさ、星座配信だからさ、やばい。そう、かにゃかにゃ。東京23区全部お答えです。しんどい。しんどっ。よかった、北海道で、北海道で、北海道しかやんなくていいかね。23区とかわかんない。区だよね、ほんで市だからさ、こっち市だから、市とか町だからさ、区だもんね。動物図鑑。うちの猫が、うちのさ、女の子の猫がいるじゃん。このさ、このマヌル猫ってやつにめっちゃ似てんの。かわいいよね。かわいい。顔がね、似てんの、マヌル猫に。で、かわいい。はい。ストリートビューか、ストリートビューか。ディズニー入れるのすごくない？チケット代払ってないのに、 Google マップで入れんの。あら、はい、ありがとう。チャオ、はい、ありがとう。花火、ありがとう、ありがとう。横浜市、読めないよ。全部琵琶湖、全部琵琶湖、全部琵琶湖や。読めないですね。なんか北海道のやばい、読めない、なんかむずい漢字ないかな。北海道地名読めないランキング、北海道でも読めないかもしれない。北海道の、全部読めない、困る。普通にちょっと皆さんに自慢したい、読めるやつ。ちょっとないかな、なんかむずいの。でもさ、稚内とか無理じゃない、みんな。ルスツやばい、ルスツとか読めないじゃない。はい、シャコタンっていう地名があるらしいよ。全然知らない、私北海道の中でも大した距離移動してないからね。あんなに広いけど全然いろんなとこ行ってない。全然移動してないから分からんな。ゆうくん、こんにちは、こんにちは、出ました、こんにちは、こんにちは、こんにちは。さあ、はい、何、読めない、すべて読めません。洞爺湖、洞爺湖は知ってる、聞いたことある。分からん、マジで分からんな。中標津はね、なんか小学校の時に誰かが転校してった、中標津に。誰かが引っ越してった、中標津に。
から知ってる、なんか私別のなんとか小学校に行きますって言ってバイバイ、めっちゃわかる。でもその中標津に行った人のことは全く覚えてないけど、中標津はなんか聞いたことある。でも全然知らない。あ、これはわかるの、私はわかるの。へえ、全然でも知らない、知らん、そもそもそのさ読めないとかじゃなくてさ見たことがない感じ。あー、へえ、はい、マジ知らん。チプランケウシとかどこにあんの、チプランケウシ全然知らないですね。知らない。ルスツリゾート、ルスツね、ルスツは行ったことあるわ。え、ルスツなのかな、あれルスツ、うん、ルスツ、ルスツプールでしょ、プールでしょ、やばい、プールだよね、ルスツ、え、ルスツってプールだよね。ルスツってプールだよね。あれ違う、あれ、なんか行ったかも、お前行ったことある、パパと姉ちゃんと3人でなんでおしゃまんべ行けんの、え、死ぬ、なんでおしゃまんべ行けんの。私今ちょっとドヤ顔しようと思ってたのに、ショックショックショック。ルスツ、あら、ありがとう、ありがとう、うーちゃんこんにちは、イブリ、あ、イブリ、ルスツのなんかプールがあって、プールがあるじゃん、プールがあって、なんかでかいプールがあって風呂とかあって、なんか泊まるじゃんホテルみたいな、なんかそういう施設っていうか、なんか旅行するとこ、ルスツで、ルスツのプール行ってさ、なんか波みたいなしてさ、小学生ね、波のプールみたいなしてさ、なんか楽しいねって言ってさ、夜通ったんだよね、なんかその夜、前に言ったさ、前に言ったんだけど、夜に通ったその電気ついてないプールが怖すぎて死ぬかと思った、何もしてないのに、マジで怖い、マジで怖い、あの電気ついてないプールの怖さやばい、普通に死ぬかなって思う、本当に電気ついてないプールは怖い。怖いですよ。桃鉄ってなんだっけ、花が好きなやつ、花が好きなやつ、桃鉄花が好きなやつじゃない、42度、42度、わかんないって、42度わからんって、何それ。サンパレスも行ったことあるかも。サンパレスはでもなんかあれかも、なんかひっくり返った覚えしかない、プールがなんかちっちゃすぎて、まだガキすぎてプールが深くて、なんか家族で行ったけど、なんか ひっくり返った覚えしかない。でプール好きなの私、プール好きなの、プール大好き、行ってないけど一回も、今年プール楽しい。冗談機は分かる、そういうのは分かるけど、本当になんかね、知らないですね、知らない地名ばっかり、知らないのばっかりだ。ハスカ、あ、ハッサム、ガバー、溺れて幽霊が出てくる、そう、本当にプール怖い、本当になんかそれでちょっとなんか思い出が、なんか思い出がちょっとあのなんかちょっと変わ、なんかちょっと塗り替えられちゃって、塗り替えられちゃう、怖さに塗り替えられちゃってね、本当
変。プール怖いよ。街灯ない道路も怖い。あのあでも東京そんなにあれだけど、東京にぎやかなとこ多いけど北海道はそうじゃないんで北海道はそうじゃないからさ、あの暗い道多いよ。暗い道多い。歩けなかった。最近まで真っ暗になってから歩くの無理だった一人で。今もなんか今もいやでも今本当になんかその帰りがさどうしても遅くなるから一人で歩かないといけない時あるけど、なんか後ろにいる人をなんかめっちゃ見ちゃう。めっちゃ見ちゃう。怖くてめっちゃ見ちゃう。ちょっと失礼だよね。失礼なんだけど、なんか怖くてめっちゃ見ちゃうめっちゃ後ろと横と前をキョロキョロしながら歩いて、私が不審者だね普通に。私がなんかさ悪いことしようとしてる人みたいですけどね。怖いんだよね普通に暗いから外歩くの怖いんだよね。怖いんだよね。キロロキロキロ霊感え、ないないない、全然ない全然ないんだけど悲しみとか多分ないんだけど、ないんで、そういうのないんだけど怖い、なんか怖いっていう、なんか怖いの気持ちが多分なんか普通の人より強い。なんかめっちゃ想像して、なんかそのなんか想像して、なんかここに後ろに人がいたらどうしようみたいな、そのそういうのをなんかめっちゃ考えちゃうんだよね。なんか夜寝る時もなんか上なんか横になって今人がガチャガチャって入ってきたら私なんかどうやって逃げるのなんか厳しいかなとか、めっちゃなんか怖いことをめっちゃ考えちゃうんだよね常に常に常に本当に。なんかずっとそう、昔からそう、怖いんだよね。そんな誰かに恨み買った覚えないけど、なんか常になんか誰かいたらどうしようって考える。いやそのね、そう中学生ぐらいの頃そう本当に怖いからね。人いっぱいいるとこ好き。今何時なん？あ、43分。そう。明後日ですからね。明後日ですからね。そうなんだよね。暑いね。今日はね、あれ食べるんだ。あれ食べる。昨日やったアイス食べるんだ。暑いから。最近さ、みんなね今日練習してたんだけど、みんながベーグルブームだから私も買って後悔したっていう話をこの前したからさ、今日もみんなさちょっとベーグル買いに行こうみたいになって、いつか行かないのって行かない。行ったら買っちゃうから。今日は一人で今日は一人で留守番してた。ベーグル美味しいんだけど、そのみんながベーグル買ってきて、なんか美味しそうな匂いに包まれながら水飲んでたねえ、でも私最近ちょっとチャーハン食べすぎて、そろそろみたいな気持ちにちょっとなり始めてる。そろそろいいかなってなり始めてるよ。だって私がさチャーハン言い出したのってもう5月とかだよ。5月なの？5月なの？
からもうそろもうそろと思ってもうそろねもうそろって思ってこんばんはじめましてこんにちはこんにちはこんにちは炭水化物です。いやなんか顎関節症だからねえあのそう食べれないんだよね食べれないこの前みんなでこの前買っちゃったから美味しかったよベーグルねこの前買っちゃったから食べたけどもボッキボキボッキボキ一人だけさなんかさガコガコしながらそうガコガコしながら食べてなんかいつかなんか横の人うるさいんだけどみたいなそうなんかベーグルねみんなで丸くなって食べてんだけどなんかいちかうるさくないみたいなそうねなんか噛めないんだよね噛めないあのこっちならギリ左顎ならいけんだけど右顎がちょっとダメで本当にダメで鬼ワッサン鬼ワッサンって何あれあれだえわかるなんかえああこれ美味しいのかなちょっと気になってた可愛いなって思ってこれっておにぎりなの？あ、違うのか。スイーツなんだ。かわいい。おにぎりクロワッサン。ちょっと気になる。私、クロワッサン好きよ。美味しそう。ん？なんか、新大久保に売ってそうですね。次はピラフ。ピラフ、あ、ピラフちょっとあれなんで。ピラフ絶対さ同じ系統のものにはいかんよな怖いなんかもうハマったらそれしか食べないからさなんかもっとヘルシーなものにハマりたいなキャベツの千切りブームとかね次チャーハン食べたかったチャーハン美味しいチャーハン美味しいんだけどもういいかなそろそろもういいかなみたいなチャーハン食べ過ぎはなんか本当になんか飽きただけ食べ過ぎて飽きただけそう本当に飽きただけいやなんか昼だったら別にチャーハン食べてもいいと思ってるから私はあのなんか夜中とかじゃなければ別にチャーハン食べても昼間とかね朝とかだったら別に食べていいかなって思うから食べてたけど普通に味がもうそう味がもう別にいいかなみたいな別にいいかなみたいなそうでも地元のラーメン屋さんで私の一番好きななんかそうラーメンもここが一番美味しいしチャーハンも一番美味しいみたいな店があってそういつも何を食べればいいのかわからないんだよねそうラーメン屋さん地元のなんかラーメンとなんかちっちゃいチャーハンのセットみたいなのがあってなんかでも全部食べれなくてチャーハンって美味しいのチャーハンって美味しいんだよね浅いボールでしょ浅いボールなんかちょっと食べてた時期あったけどあれ浅いボールって美味しいけどさあれ美味しいけどさ結局さ何なの結局な浅いボールって結局さ何でできてるんだろうね浅いって何なんだろうね浅いのそのなんか気になるえブルーベリーなのかなみたいなブルーベリーなのかなみたいな浅い気になる私今小学生だったら絶対アサイーボールのなんか大元みたいなアサイーボールができるまでをまとめてた絶対あ、はあ、おにわさん最近そうだね、あちょっとブログ書かないといけないんで私今日明日で
今日明日で今日明日でブログ書かないといけない。何書こうかな。なんかないの、なんかないの、しなんか聞きたいこと、私に聞きたい、私に聞きたいことないね。みんな、私毎日配信してたらさすがにみんなさ、もう知りたいことないよね。マグロ好きだよ私。マグロは好きだよ。マグロは好き。マグロは好き。マグロと、マグロは好き。サーモンも食べれる。サーモンも食べれる。マグロは好き。マグロは好き。でもマグロを砕いたやつはまだ食べたことない。砕いたやつ、なんか練ったやつ、なんていうのあれ、ね、練ったやつ。えポキって何、え練ったやつは食べたことないけどマグロは好きだよ。えポキって何なの。伝統的なアボカドアボカド食べたことない。アボカド食べたことないですねアボカド食べたことないな、残念だけど。アボカドチャレンジする。ちょっと美味しそう。何このおしゃれな料理、アボカドかこれアボカド抜いたらただのマグロ丼。ぶつ切り、サーモンはさ食べれるだけ、食べれる、嫌いじゃないけどみたいな嫌いじゃないけど、なんかマグロとサーモン1個ずつ食べるならマグロ2個食べた方がいいかなって。夏休みの宿題はなんかいいかな、なんかなかったっぽい、なんかあると思ってたんだけどなかったっぽい。ラッキー、ラッキーすぎラッキーすぎ、さすがにラッキーすぎ。アボカド美味しいの、アボカド美味しい。美味しくない人もいるよアボカド美味しいの、本当にいつもママがさ汚れ食べててさ、まあ、いちかは無理でしょって言ってさ食べたことなかった。美味しいの、本当に美味しい。ちょっと買ってみようかな。なんかでもアボカドってなんか種でかくて心配、飲み込みそうでちょっと怖いですね。ポキ丼、サーモンとアボカドなんだ。へえ、ちょっと気になる。アボカド美味しいのね。アボカド食べてみる。え、何、味付きなわけあるか、味付きじゃないか。アボカド食べてみるね。じゃあどんな味するの。ちょっとなんかちょっとさ、あの押したらさ潰れる感じだよね。なんか押したら潰れ、あ皮が剥けないんだ私さ、あのピーラー使えないよねアボカドって。ちょっとお店で食べるか、お店で食べるか。あのリンゴとかさ、なんか包丁でさこうやってやるじゃんみんな、なんかこう包丁で、私あれができなくて怖いから。その包丁使ってる時もなんかグキっていくことを考えちゃうから。そう考えちゃうから。料理してるとさ、なんかいやこの世に刃物があるからダメなんだよなって思うで、無駄な時間すぎるけど、なんかねちょっと器用になりたいな。あのママがさ豆腐をさこうやって切るのがさ嫌でさ、おばあちゃんとか豆腐をさこうやってすんのやめてほしい。普通にそこ手が滑ったらグキっていくやんけとか思ってね、怖いですか。真ん中に切れも
プーンで食べる、あ、スプーンで食べる、スプーンで、あ、でもそう、キウイ、キウイスプーンで食べるの、キウイ好きなんだけどめっちゃキウイスプーンで食べてる、皮むけないから、そういうこと、なるほどね。55分だ、めっちゃいい時間だねめっちゃいい時間じゃん。どうする、今日何時までやる、何時までやる、今日、今めっちゃいい時間やけど何時までやろうか、どうしよっか、へえ、ありゃ、どうなのこれさ、いないよね今日、この後やっていいんだ、朝まで、朝まで朝までやっていいんだ、このままな、このままな、なるほどね、なるほどなるほどなるほどね、キウイ最初に食べた人よくある、え、そう、確かになんか毛が濃いもんね、なんか、え、キウイって何、木なのかな、え、パイナップルとかの方がちょっとなんかあれじゃない、ちょっとゴツゴツしててさ大変そうじゃない、いやーね、いい時間、いい時間だね、いやもうさ、この時間になるとさ、なんか元気になっちゃうからさ、夜寝れないんだよな、あのなんかね、テンションの、テンションのあれがさ、なんか昼間が低くてさ、こうだからさ昼もね、どうにかしたいな、なんかそのマックスがお昼がいい、マックス元気がお昼がいいんだけど、あの夜10時が今一番元気なの私、これがあの良くないこれがね非常に良くないと思うんだけど、本当にねえ、マネージャーさん1月の話見てないんだ最近、なんか結構見てたんだけど、昔、昔っていうか最近まで結構なんか監視されてんなって思いながら監視されてんなって思いながら見てたんだけど、最近見られてないですね、やっぱ信頼、信頼、信頼がついてきた、やっぱ信頼されてる証拠ですよ、日頃の行いの良さ、日頃の日頃の行いがいいから、もうまあその他の配信はまあ監視しなくてもまあ大丈夫でしょうってなってる、なってるんだよな、なってる、なってるんだよな、裏切りすぎだな裏切りすぎまくってるな、怒られて、え、まず全然怒られてない、怒られる気がしただけ、ちょっと嫌な予感がしたから、そう、ちょっと嫌な予感がしたから、うん、ちょっと嫌な予感したから、ちょっと静かにした日もあったよね多分、そうそうそう、リリベなんて入ってなくて、あれはあれは普通に休んだだけ、あれは普通に休んだだけ、え、そう、なんかさ、みんな、みんな私が消えたらさ、いちかちゃん何かやらかしたのかなみたいな、あの信頼なさすぎね、普通にファンの人に信頼されてないファンの人に信頼されてない、いちかちゃんやらかしたのかなみたいなね、いや、そう、なんか朝起きた時になんかわかんの、あ、今日ダメな日だなって、なんか何しても何してもダメな日があって、そう、何をしてもダメな日があって、本当にそうなっちゃうともう無理なの無理なの、もうずっと、あ、そう、この前はだからツイートもしないで、なんかツイートもせずにずっと、マジでずっと自分の部屋にいたの、20時間ぐらい自分の部屋にいて、あ、もう今日ダメだって思って、ずっと部屋の中で
あのうずくまってたから心配しないで、心配しないで、の元気ですからね。そう、なんか何してもダメな日っていうのがあるんですよ、やっぱ人間だから、人間だからね、やっぱあんの。そう、すいませんね、ほんと22時になった。おお、気づかなかった。やばい、22時、心重い。違うよ、あれだよ、違う、ライブだからとかじゃないからね、ライブだから、なんかちょっと心が重いとかじゃないから、ないからね、本当に、あのそれじゃないからね、そういうのないからね、別に、あのちょっとね、余計なことばっかり言うからさ、こういう時にさ、なんかあれかなって思われちゃうんだけど、あのその心が重い日ではないですからね、あの物理的なやつね。そうそう、どうする、寝るそろそろ、どうする、みんな。私はまだ生きるけど、全然私まだ全然生きるけど、もう全然生きるけどな、どうする、そろそろ寝とく、どうする。まあ明後日ね、早いしね、朝フリーライブ早いしね、寝とく、そろそろ寝るか、明日早いな、早起きやったわ、まだね、これからシャワー浴びてご飯だからね、確かに、まだ10時か、まだいけんだよな、まだいけんだよな。明後日ね、明後日定期公演ね、あの6人ですよ、6人です、そう、6人、ちょっとね、4人が寂しすぎて、そう、4人が寂しすぎて、あの急遽ね、あの BKB さんとかハマカンさんとかね、来ていただいて、まあ、あれレアですから、レアケースですから、そう、今までそのメンバーの中から MC っていうのを毎回変えて、そう、ドーンって出して、で、あのアシスタントなんかくじ引いたりとか、そっちでその進める要因で2人持ってかれて、こっちでなんかまあわちゃわちゃ喋るみたいな感じだったから、4人でちょっとそれ不可能すぎて、そう、急遽来ていただいてたけど、6人なんで、もう6人ですので、普通に進行で、そう、なんかさ、ちょっとね、なんか思う、なんかうちらがさ、どうなんかつまんない会話してもさ、なんかいい感じにさ、なんかめっちゃ面白い返答でさ、お返ししてくれるからさ、もうさ、客席もさ、なんかめっちゃさ楽しそうだったけどさ、今までっていうか、この最近のこの1、2ヶ月だけどね、あのやめてね、なんかちょっと定期公演つまんなくなったな、やめてね、本当に、ちょっと頑張るから、ちょっとこっち頑張るから、できるだけ面白いできるだけ面白いことを言えるように頑張るんで、私たち頑張るんで、ちょっと見守ってください、真顔で見ないでください、ちょっとね、6月7月はそう来ていただいて、すごいなんか楽しかったんですけど、めっちゃ楽しかった、ショールームこの前6人とね、あの浜川さんショールームも来ていただいてみたいな感じだったけど、あの今回はいらっしゃらないんで、そう、まあ1回目だしね、6人で1回目だから、もう本当にうちらだけでバーンってやります、バーンってやります、 MC いつならでもみんなさ、ならうちらじゃなくて内村さんの話を聞きたくないじゃん、そろそろ寝た方がいいかな、ちょっとみんなやめて、もう5分経ってるから、ゆうさん、
ありがとう、ありがとう。5分経ってるんで、ちょっとさすがにね、さすがにちょっといるから、やっぱ寝る時間だから、良い子は寝る時間なんで、ちょっとね、おやすみおやすみおやすみなさい。あさってね、みんな楽しみにしてるね。え、楽しみっていうか、キリキリしてくる、もう緊張するから、あさってのこと考えるとちょっとキリキリしてくるんで、考えないようにしよう。楽しみだけど、ちょっと緊張 しちゃうから、本当にマジで緊張しちゃうからね、緊張しちゃうから。13位、ゆうごろさん、ありがとうございました、ありがとう。12位、まおさん、ありがとうございました、ありがとう。11位、ジェイさん、ありがとうございます、ありがとうございます。10位、リマサイさん、ありがとうございます、ありがとうございます。9位、シナさん、ありがとうございます、ありがとうございます。8位、クリモさん、ありがとうございます、ありがとう。7位、セマさん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位、エイジさん、ありがとうございます、ありがとうございます。5位、タク、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。ちょっと待って、通知が邪魔。4位、ヒキオマさん、ありがとうございます、ありがとう。3位、ナナクさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。2位、アロマさん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。1位、チャム、ありがとう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 。あさって楽しみ。ああ、緊張するんだけどね、楽しみですね。明日は、明日の配信は9時10時かな、予定通り行けば。明日はちゃんとメイクするんで明日はちゃんとメイクするんで、ちゃんとメイクするんで許してください、ちょっとおやすみ、またね、また明日ね、ありがとうございます、おやすみなさい、おやすみなさい。